アワビトンと野菜の塩麹鍋というメニューになります。自家製で作ってる塩麹を使って キノコでも少しこう食感の美味しい琥珀だけというようなキノコを使ったりとかですね、色目のあるこう赤い色のカブであるとか大根とかそういったものも入れてみたりとかですね。コロッケ日替わりですが、今日はですねオリーブの牛すじコロッケ、お鍋を召し上がっていただく中で自家製で作ってる塩麹がとても美味しいんですね。かつその素材と混ぜることで素材の旨味をこう引き出してくれるようなそんな感じになりますね。自然の力で育ったお素材をしっかりと使って、あの体も心もまあほっこりこう元気になったなと思って召し上がっていただけるようなランチを出していきたいと思います。